そこは見慣れない部屋の中だった。時間戻った。思った以上に声が響いて、慌てて口に手を持っていこうとすると、両手が自由に動かせないことに気づく。ちょっと待って、これ手錠？今ここはどこで、いつ、私は誰になったの？どこだかははっきりわからないけど、見覚えはある。何か思い出したの？そろそろ自分の名前が言える？え？自分の名前？今度は何？記憶喪失だとでも言う？いいわよ、取り調べ時間はあと46時間はあるわね。目の前にいる女性、首から下げているのは警察バッジ。警察官。また俺、犯罪者ってこと？両手首は手錠でつながれている。あら、何時間も話してようやく理解してくれた。そうよ、あなたは犯罪者、逮捕されて今取り調べを受けてる。さあ、知ってることを話してちょうだい。はあ、よりによって自由に動けない人間に戻っちゃうなんて、どうしたものか。あの、今って何時です？だ。今？今はアメリカ東海岸標準時で16時よ。確かあの時、時計は17時だった。街頭ビジョンもイブニングニュースが流れてたし。ということは、リンボに何か起こるまであと1時間くらいってこと。いいな。少し一人になって頭を冷やしなさい。喉が渇いてお腹が空いて、どうしても話がしたくなったら呼んでちょうだい。取引してあげてもいいわよ。あ、ちょっとちょっとちょっと待って。何？私は今逮捕されて取り調べを受けてて、あと46時間ここにいなきゃいけない。つまり外に出ることはできない。どうやってリンボと連絡取ればいい？ちょっとどうしたの？弁護士を呼びたい。何か話す気になったってこと？取り調べには弁護士を同席させる権利がある。そうでしょ？だろ？リンボフィッツジェラルドを呼んでくれ。連絡先も知ってる。あの悪徳弁護士があんたみたいなちっぽけなスリの弁護を引き受けるとでも思う？それにあんた、あの男を雇うだけの金があるわけ？私スリなのか？じゃあなんでさっき取引してあげてもいいって言ったんだろう。さっき取引してもいいって言ったよね。な、つまり俺の持ってる情報が欲しいってことだ。違うか？何を知ってるの？まずそっちが何を知ってるのか、何を知りたいのか教えてもらおうか。あんたは今日の昼、ホテルの12階である男の財布を盗んだ。そして愚かにもそのクレジットカードで支払いをして、居場所がバレて警察に捕まった。なるほど、知りたいのはその男のことね。だな。大物なんだろ？なら俺もそれなりの取引をしたい。そのためにはリンボくらいの大物弁護士が必要だ。なんで大物だなんてわかるの？盗難カードは普通18時間は使えるはずなのに、それよりずっと早く捕まった。つまりは大物だ。そうだろ？ほーら、私はバカじゃないの。わかったらさっさとリンボフィッツジェラルドを呼んで。大急ぎでよ。彼の電話番号は局番の後にノーギルトだ。今すぐ呼べ。そうじゃないと取引しないからな。昨日の夜に見たドラマがこんなところで役に立つなんて。何にせよ、とにかくリンボをあの場所にいさせなければ死ぬことはないかもしれない。お願い、ここに来て。
あんたが俺に会いたいっていうのは。机の上には高級そうな靴を履いた足が投げ出された。リンボ、よかった、生きてる。生きてる？そりゃ生きてなきゃ仕事できないだろう。脈もあるけど確認する？あの、ここは飲食禁止よ。マジで？悪い悪い、一気に食うわ、うん、いや、だから飲食は。よし、もう飲食してないぞ。これでいい？何かあったら呼んで。今何時？今16時47分だけど。街頭ビジョンでイブニングニュースが始まったのが聞こえたから、あれは多分17時ね。ってことはあともう少し。リンボは私の顔を見て不思議そうに首をかしげた。あともう少し？何がだ？落ち着いて話すから落ち着いて聞いてね。お前が落ち着いてるようには見えないけどな。いい？あなたはあと13分後にセントラルコアで死ぬのよ。ジョークならもう少し笑えるやつにしてくれ。ジョークじゃないの、ちゃんと聞いて。刺されたのか撃たれたのかわからないけど、とにかくその時間あの場所にいなければ助かるかもって思ってあなたをここに呼んだの。悪いけど心神喪失で責任能力なしってのは俺のポリシーに反する。そんな三流の手を使わなくても俺なら無罪にできる。お前にその価値があるならな。違うの、私はこの人、名前なんだったっけ。とにかく私はこの男でも何でもないの。私は多重人格、乖離性同一性障害だっけ。そういう方針で行きたいなら別の弁護士を。お願い、時間がないの、話を最後まで聞いてよ。あなた映画見に行ってスクリーンに話しかけるタイプなの？映画は黙って見るけど面白くなければ途中で席を立つことはある。私の名前はテウタ、取材をさせてって声をかけたでしょ。突撃取材は嫌だって断られたけど。そうよ、あの時はブリトーを食べてた。リンボはいぶかしげに睨みつけている。信じてもらえてないな、これは。ほら、私手書きの手帳を使ってて、あなたはそれを珍しいって言った。それからあなたの名刺もくれた。それがどうした？リンボは私の話を信じようとしない。当然といえば当然か。何が目的だ？俺は大物ギャングの情報を持ってる奴の司法取引だって言うから弁護士として来たんだ。わけのわからない話なら。あなたは私の目の前で死んだ。私はそれを止めたかっただけ。とにかく気をつけて。あなた誰かに殺されるような心当たりある？刑事弁護士なんかやってりゃ心当たりしかないよ。あなたは確かオルテガって言ってた。何かの名前なのかどうか聞いても答えてくれなかったけど。それとナビード。ナビード、そう言ってた。それからその死んだ？そう、死んだ。だから気をつけて。私のことを信じられないかもしれないし、それでもいいけど、とにかく気をつけて。俺が死ぬのは17時だって言ってたな。あと10分だ。お前の言ってることが本当かどうかはさておき、俺が死ぬってことを知ってる理由を言え。お前の目的もな。私は時間を遡ってここに来た。はあ？作り話でもなんかもうちょっとあるだろう。私そういう力があるの。時間を遡れるけど自分には戻れない。だからこうやって誰だかわからない人間になっちゃったけど、
なんとかしてあなたを呼び出した。その脚本じゃネット配信のドラマだってランク外だぞ。私の言葉にリンボはすっかり呆れた顔をしている。この時間あの場所で死んでしまうのを防げたのならそれでいいけど、信じてもらう方法はあるだろうか。そうだ、ポケットの中のものを見せて。ちょっと見せてくれるだけでいいから。なんでだよ。いいから早く。ったく、何なんだ。リンボはゴソゴソとポケットを探る。出てきたのは車のキー、財布、名刺。これは車のキー、カスタム仕様のインテリジェントキー。財布の中は免許証とクレジットカードと現金が1300ドルだな。で、これは俺の名刺。実は2種類持ってて、金になりそうな顧客に渡すようがこっち。私がもらったのはそっちじゃなかった。うん、まあそういうことだな。別にいいけどさ。それでこれで何がわかるっていうんだ。この後ワイアットアープにあるカフェに来て、ハリー&キースっていうお店、そこで会えたら私が手札だって証明する。お前本気で言ってるのか。時間を遡って俺を助けたって。そうよ、私にとっては再放送なの。